どうも皆さんこんにちは。アマゾンが大好きすぎる男、本日はなんとこちらのアマゾンの配達員になれるというね、神ゲームをやっていきたいと思います。例外配達ナイトディリバリー始める。はい、もうやってきてまいりました皆さん。なんとね、こちらの始まんないな、こちらのゲーム、ディリバリーマン、配達員僕ですね。まあ、アマゾンのエースということで、最初、これなんか操作みたいなの出てて、まあまあ、こんなのね、もうアマゾンのエースですから、分かりきってると。圧倒的な見やすさを発揮したということで、まあ今日はね、本当に配達するという、至って単純な、このアパートが今回の最後の届け先だと。ね、ちょっとイントネーション変だけど、5つの段ボールを届ければ、今日終わることができると。はい、そうですね。どれでもいいのかな？この荷物運ぶ。はい。何？あ、荷物背負って、あ、だから5個届けると。ね？持ち物確認できる。切り替えることも、1個ずつ持ってかないとダメなの？ 206 号室宛ての郵便物ということで、走れます。なんと走れちゃいます。スピードも出せちゃいます。206ってどこだ？だからここの、アパートかな？このマンション、アパートに届けるということで、101や206だから、まあね、まあこんなの本当ね、もうこ、音が不気味だね。音が不気味だけど、まあ、206、はい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 。まあ、これ慣れてます。慣れてます。もう部屋番号も見ずともわかります。アマゾンのエースとなるとね。206、ここだね。ピンポン、ん？出てんの？選べ、ノックする、インターホン押すの、選択肢いる？この2つの。インターホン押してみましょう。アマゾンですよーとね。何？誰もいない？もしかして。ノックしてみますか？ノックしてみますか？ね、そんな驚く？あ、ミスった。置けないのこれ、荷物。ここだよね。ちょっと待って。なんかびっくりマーク増えてってる。おー、びっくりした！ちょっと待って、普通。ちょっと、やだ、もう。なんでそんな遅れて出てくんの？しかも何？洗剤飲んでんの？それ何？水？それ。びっくりしたもん。はぁ？来るの遅、とろいな。アイスと同じか。いや、アマゾンのエースなんだけど、二度とその顔俺にさらすの、それ拾っとけよ。やばこいつ。こいつ、まあ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 、しょうがない。まあ、たまにいるからね。クレイジーボーイだったやつは。もうね、モンスターお客。モンスターペアレントならぬ、モンスターカスタマーですね、今のは。まあ、これがでもね、配達員の定めだから。こういうのを何回も通して、こういうのいっぱい経験して、ね？アマゾンのエースとなれるから。これは502号室。だいぶ上だな、これね。なんか音がすごい怖いんだけど、なんかいきなりキュッ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 なるから。待って、これペットボトルあるじゃん、さっき飲んでた人の。投げ返して、マジで。あ、取れた。まあいいや。飲めんのこれ。飲むのやばいな、あいつの水を。これさ、エレベーター、あ、これ使えないのこれ。あ、ぶっこ、あ、びっくりした、もう。今ドア閉まってたのにドア閉まった、今。やめとこう、なんか怖いわ。もうなんかエレベーターとかさ、一番怖くない？一番怪奇現象これぞ。おい、ちょっと誰これ。ゴミ、こんなとこに置いてく人いる？ねえ。ってことでエレベーター使えってことだよね。5階まで行かないとダメだもんね。こんにちは。エレベーター使うのがうますぎる男。結構ちっちゃいな。一人しか乗れないんだ。5階行って、5階 GO! おー！いい感じですね。いい感じですね。で、502だから、はい、もうここです。一瞬で分かったでしょ、今の。早かったでしょ。早いでしょ。さすがアマゾンのエース。出てんのこれ。これまたいきなり出てくるでしょ、これどうせ。インターホンピンポンして、いきなり来る。もう大丈夫です、皆さん。一人目で慣れたから。ね。来るよ。ほら！おーい、ちょっとビビったねー。ビビってないよ。こんにちは。お邪魔しまーす。あ、はい。あ、猫いる。かわいい。何名前言ってこないの、この人。あ、あ、そうだ、これ。はい。404号室の人にもらったんだけど、毒とか入ってたら怖いし、このアパートペット禁止なのに、猫飼ってることバレたらどうすんのって話よね。ほんと迷惑。何これ？何？あ！何これ？キャットフード。いや、配達員にキャットフード渡す？投げ返せ！ドア開けて投げ返せ！やばいな。このアパートなんかすごいな。このアパート、
やってんね、だいぶね。いい波乗ってるわ、このアパート。個性が溢れてる。個性しかいない。もう個性爆発してるね、このアパート。あ、猫いる。また。猫ちゃん可愛い。こんにちは。こんにちは。これどうした？なんか怖い名前が。あ、いい波乗ってるわ。いい波乗ってるわ。オッケー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 。ということで、だいぶね。まあ、ちょっと疲れは溜まってきたかもしれない。でもやっぱりしっかりとね、役割を全うしないとダメだから。本当にね、ここまで来たら。これ何？お、401号室ということで、多分、さっきの、まあ、一回通ればね、大体の状況把握ができるんで、ゴミ箱でブロックされてたから、4回行っちゃいます。エレベーターで。賢く行きます。賢くね。はいはいはい。問題にぶち当たる前に、その問題を解決していくというね。これがアマゾンのエース。おーまい。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、ここまで来たら、まあまあ、わかってます。こうなることも予測のうちです、皆さん。はい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 。だから一回5回行って、ね。そっからもう一回下に降りると。賢すぎるな、俺ね。俺賢すぎるかもしれないな、これね。401号室だから、ここです。違うの、ここなのよ。こっちですね。はい。もうなんかわかるんだよね、なんかね。建物の構造もわかっていた最近。ノックしてみるか、今回は。インターホンだから、インターホンノックだ、あ、でもノックすると怒んのかな。誰だ、お前みたいな。こんにちはー。何その顔。その顔何ちょっと待って、あの荷物なんですけど、あ、こ、怖い。いや、怖いのこっちのセリフだから。何、何その顔。お、僕も同じに見えます。こ、怖くないです。怖いよ、怖いよ、このアパート。お、僕もこの中の一人になってます。気にしないで、忘れてください。どういうこと、どういうこと、大丈夫これ。荷物受け取ってくれればいいんだけど。何です、ああ、なんか嫌な予感がする。か、彼のことで来たわけで。お、か、お、ちょっとなんか怪しくなってきたぞ。なるほど、その荷物ですよね。で、でもその荷物は信用できるかわからない。あなたも、妻子と話してください。すごいなんか喋るの下手じゃん、この人。さ、妻子と話してくれば、その荷物を受け取ることができます。大丈夫か？さ、妻子、はい。105室に、あ、ということで、105号室に行けと。105号室の妻子さんと話して、ね。この荷物大丈夫ですよって言うて、おー。わかってきました。わかってきました。大体わかってきました。いろいろつながりがあるんだね。アパート内の人間関係においてもつながりがあって、そのつながりを大事にしていこう。ね。配達員としてね。これかな？怖いな。インターホン押そう。インターホン押しましょう。こんにちは。妻子さんだよね。妻子って何？おお。え、こんにちは。でもまあ、この人には、え、この人に渡すっていうか、なんか話すの、舌打ちされたんだけど、いきなり。え？初対面で舌打ち？あん？なんだこれ。ミチルに言われてきたのか。俺はこの家の妻子だ。これ以上言わない。あ、それだろ、その荷物は呪われてる。強要する必要があるな。だが、その前に必要なものがあるわかるだろ。俺の血か。俺の血が欲しいのか。金か。金だよ、金。血。めっちゃ舌打ちする。え？もう、もはや怪奇現象起きてほしい。この人の家で。この人の部屋だけで起きてほしい。この人の部屋っていうか、家っていうか、もう、はい、金が、金を持ってこいって言われたんだけど。ちょっと待って、他の人、え、入るなの？え、金を持ってこいってどういう意味？じゃ、この荷物は届けちゃダメってことなのかな？そういうこと？じゃ、ちょっと待って、この荷物、あ、え、違う。一旦401号室に戻って、なんだっけ、あの人の名前。たかしだっけ？たかし？たかしに渡すのかな、これ。たかしにヒロシ。あ、開いてる窓。たかし？たかし！ずっと見てたのか、そこで。すごいな。さ、最初話してきた。直接。もうマジ言ってます。すごいな、この人喋り方。マジで、僕は、インターホン越しに話したのに。そう、それで、お金が必要と、もちろん払えます。なんかちょっとラッパーっぽくない？さ、妻子が言うことはなぜ？で、絶対です。ま、間違いない。これが必ず察してください。すぐに待たせるなんて申し訳ないって、お、豪遊プレイヤーとなった男、たかしのおかげで。ありがとう、たかし。そこで待ってて。まあ、こういうことなんですよ、皆さん。まあ、アマゾンのエースになると、お金持ちにもなれちゃいます。見ましたか、今の。一瞬のやりとりで、お金を取引。こんなね、大金を取引したと。あの、一瞬でだよ。5秒ぐらい、わずか5秒で、こんな体験を入手することできますか、皆さんは。
あ、こんにちは。この人もずっとここで待ってたの。なんかうんこ出てない？なんか大丈夫？よこしてみろ。あ、よこしたくないよ。あ、でもお前よこすけど、何？血。舐めてんの？舐めてないよ。俺舐めないもん、人のことは。汚いから。どいつもこいつも。ミツルはこれ足るとでも思ったのか？まだ、金の亡者だこの人。俺どんだけ高志の部屋に行かないとダメなの？俺高志の彼女か？俺高志高志高志ずっと見てるから、ここでこんにちは。なんかもう高志が可愛くなってきたわ。高志みちるだけど、俺は高志って呼びたい。いっか、高志何ですか？足りなかった？さあ最初僕を許してください。これ足りるといいんですか？今月分はこれが全てです。もう1円もないということで、親にも、うわっ、またこの一瞬のトークでお金を奪い取ったね。これがアマゾンのエース。頼む、サイスさん、これで許してほしい。これで許してほしい。もう来ませんから。一生来ないから。ここ宛ての荷物でも来ないから。足りるわけねえだろ。待て、まあいいだろ。ギリギリだがな。ちっ、めっちゃ舌打ちする。今回はみちるを許してやる。強要を始めるか。うう、終わったぞ。ちっ、さあ出ろ。うーわ。なんかちょっと待って、俺アホだからずっと教養って読んでたんだけど、あれ供養って読むらしい。皆さんごめんなさい、本当に。俺関係3級3回落ちてるからごめんなさい、本当に。供養ね。供養。供養だからね、みんな。俺の間違いから学んでほしい。教養じゃないです、あれ。供養です。オッケー、じゃあ、高志にこれやっと渡せて、やっと高志の彼女卒業できると。さあ、最初僕を許してください。さっさと荷物を渡してください。出てってください。ひど。別れ方ひど。一番最悪の別れ方だよ、それ。どっちか傷つく。俺が傷つく。いや、三つ目の荷物ハードだったね。ちょっと重かったね。味が濃かったね。味噌汁に味噌思いっきり全部入れた感じの重さだったよ。あとでも2個です、皆さん。お風呂入る。配達物 E。あと2個です。305号室は一番奥だとね。305、ここだね。でもノックするよりインターンをした方がいいよね、絶対。ノックってやばいもんね。ノックするって相当なんか結構怒り狂ってる人がやりそうだから。あ、でもいるのよ。ね。あ。ねえ、やだー。なんで？ねえ、マジでさー。一番ダメだって、これが。ま、入るけど。ま、入るけど。ま、あ、ま、入るけど。いらっしゃいませ。上がれないんだけど。やばい。お。え。今行きます。いやもう入ってきてるし、もうなんか和風式自動ドアなんだけど。え、何今行きますって。うわ、びっくりした。ひょっこりあんやん。もうやだ。ひょっこりあんやだ。こんにちは。こんにちは、ひょっこりあんさん。これ荷物ね、届けたかっただけなんで。ねえ。何してるの？こっちのセリフだけど、その荷物分かってるでしょ？ベッドフレームよ。おー、組み立て終わるまでが仕事でしょ？なるほど、部屋に上がれと。しょうがないなぁ、ほんとに。そんなに部屋に上がってほしいなら、もう、レンチンあるじゃん。なんか食べる？あ、ここに組み立ててほしいの？特別だよ、ほんとに。俺、組み立てるのめっちゃうまいから。ベッドフレーム組み立てることに関しては、誰にも負けません。オッケー、ほら。見てください、このちっこい、ベッド。お。よし。見てないよ。何も見てないです。何も見てないですから、もう帰らせてください。何も見てません、僕は。はい、何も見てないです。帰ります。っていうことで、帰ります。はい、帰れないね。ひょっこりはんどこ行った？え？やべ！ちょっと、血かな？ケチャップではないね。ケチャップ、いやでもワンチャンケチャップの可能性あるね。まだね。まあ、これはね、ちょっとなんとも言えませんが、まあケチャップの可能性もあるし、血の可能性もあると。一番断定はできないと。ひょっこりはんどこ行った？ひょっこり？え、ひょっこりしない？あ、開いてる！逃げますね。もう一瞬で逃げます。はい。よし。はい。何も見てません。あのね、やっぱ関わらないのが一番いいと思うんだよね、俺。関わってしまったらそこでおしまいだと。ねえ。っていうわけでやってきても、もう最後の配達あるじゃん、まだ。これが何かしら多大なる影響を与えてくるかもしれない。我々の人生に配達物 B! 運んでいきましょう、皆さん。これで最後です、でも。泣いても、笑っても、
これさえやっちゃえばもう帰ってお風呂に入ってマック食べて、何これ、202号室。あ、でも一番近い、よかった。一番近いのラストに取っといてよかった。だって5階とかだったら、もうエレベーター乗りたくないしね。あんなことがあった。あんなケチャップ事件が起きて以来。はい、こんにちは、ということで。よし、最後。気合い入れていきましょう。笑顔で。笑顔でね、やっぱお客様にはね。はい、満面の笑み。はい、暗くなった。はい、暗くなった。意味ないね、満面の笑み。お。おぶきりした、もうなんなの、これ。赤ちゃん逃げてったよ。全力ダッシュで。息子が行っちゃった。あなたが急に来たから、あなた、なんで？なんで？え？こっち向かってめっちゃ走ってたよ、こっち向かって。どこ行った赤ちゃん？かくれんぼのプロと呼ばれし男から隠れきれると思ってんのよ。マジでどこ行った？冷静に考えて、あの赤ちゃんの探索ではそこまで遠いとこに行けないはず。そしてこのゴミの山も越えれないはず。ということは、ただ一つ答えは、消えた。絶対こっちやん。絶対こっちやん、赤ちゃん。赤ちゃん？ベイビー？美味しい、美味しいお菓子あるよ。美味しい、美味しいお菓子あるよ。タバスコっていう。タバスコっていう美味しい、美味しいお菓子兼飲み物あるよ。もう遠くはいけないはず、あいつは。どこに行ったかわかるか？おぉ！こっちやな、怪しいの。怪しいね、ここら辺ね。あ！ほら！ここじゃない？あ！かわいい！一番いい、あ、なんかあれ持ってる。なにこれ？わからん。砂場に埋まってるとか？マジでおらんやん。いないよ？俺より一緒に探した方がよくない？絶対。待って、これさ、犬にあげれんじゃない？猫。ほら！え？やばい！プロムーブ！なに？これ、名前なんて読むの？これ。良平、公平？新しい環境にはもう慣れた。アパートの皆さん仲良くなれるように頑張ってるって言ってたけど、仲良くなれたかい？一人でもあんたのこと分かってくれる人がいたら、こっちのもんだよ。なんとか平、コンペイでいいや、コンペイ島でいいや、コンペイ島がとても優しい子だったってことはお母さんが一番よく知ってるから、他の人にも伝わることになってるよ。まずは一人仲良くなるといいね。それと仕事のことはゆっくりでいいからね、きっといい巡り合わせがあるからね、ゲップ出そう、ゲップ出る。焦って決めてもろくなことないから、コンペイ島は悲観的に考えちゃいがちだけど、何でもプラスに考えるようにしてみて。まあ確かにプラス思考大事だね。世の中捨てたもんじゃないってことも分かるよ。そういえば、犬ちゃんも元気かい？アイキチって名前だったっけ？お母さんにも早く見せてほしいな。仲良く楽しく暮らしてね。ねえ、いうことで。コンペイトーはアイキチをここに捨ててます。お母さん、コンペイトーじゃなくて、アイキチはここにいます。でも水あげといたから。大丈夫です、もう。何もわかーん。おお！え？アイキチ？コンペイトー？お、なんだ今のスタートダッシュ。めっちゃ足早いやん。逃げて追いかけろ、あいつ怪しい、あいつ怪しいね。あいつ怪しいぞ、なんか。あの走り方自体がもうすごい怪しかった。あんなスタートダッシュする人見たことないもん。どこ行った、どこ行った。もう赤ちゃんから知らないおっさんを探すことになってしまってるんだけど。あれ、アイキチがいない、やばい。妻子、妻子、妻子、供養が必要かもしれない。供養だっけ。なんか不可解な事件がたくさん起きてますけども、子供いませんけど。あ、わかったかも、分かったもん。これワンチャンさ、子供ゴミ山よじ登ってったんじゃない？だから、下にいないからさ。なしていないんだけど。あ！ほら！え？なに今の？なに今の？え、なんかロボット、え？なに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 、なんか変な声出してるよ。お前ら規制上げる、怖い。怖い怖い。近づかないようにしか、触れないのが一番、ああいう人は。ベイビーがどこにいんの？ほら、また開いてる。え、これひょっこり？ベイビー？こんにちは。いらっしゃ、うわ。え、なに？冷蔵庫？これなに？こんにちは。驚かすのだけやめて。ここ、何？やめて。オーマイ！何オープンクローズって。お！え？何？え、何マジで？マジで何？やだー。オープンクローズって何これ？あ、出れない。うんこ？トイレしたいの？流す？
なに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 、嫌なんだけど。お、今開いて閉じてやろ自分で。トイレ怪しいぞお前。このトイレ怪しい、このトイレ怪しいね。お、お風呂もある。なんだこれ、こっちから声する。子供の声じゃないこれ。突き止めたぞベイビー。ベイビーいた。ベイビーで今度わしづかみしたんだけど。ベイビー、ベイビーお前よくこんなとこ一人で来たな。よし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 、よかった。なんかちょっと怖かったけど意外とそんなことでもなかったんだね。ただ単にベイビーがなんかやってただけだと。あ、大丈夫ベイビー、紹介行きましょう。いいね、頭すっごい貫通してるけど、まあ大丈夫でしょう。ベイビーは若い頃こんぐらいがいい、こんぐらいやんちょしてた方がいいかもしれないね。ベイビーでは、おばい、ベイビー、え、え、消えたんだけど、え、え、なに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 、あ、なんかトラックがここにある。え、なんかいきなりやばいやばいことになってるって。こんなはしごなかったもん、こんなよじ登る。え、ま、嘘でしょ、お札。え、待った、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、一気に運べるようになってる。俺もう筋肉がめっちゃ増えてる。あ、これ全部運ぶ、え、え、また全部運んでいくの俺。もう別にいいけど、登れる。おお、ちょっとハイテクになったマンションが。え、毎回エレベーター乗っていかないとダメってことこれ。あ、起動しないわ。こう行ってこう行ってだよ、でこう行く。あー、なるほどね、頭を使っていくって感じねこれね。はい、お届け物 for you っていうことで。お、なんだ、日記1、赤ちゃんが歩いてた、とても可愛い、僕は子供は好きだ。あれは2025室のマリコさんの男の子供だ。マリコさんがこちらに気づくと同時に子供を抱っこして連れて行ってしまった。悪いものが映るわって。僕はバイキンか何かなのかと悩み相談されてます。え、これ置かないの荷物。じゃあ次行くか。あ、もう置いたのか。502、あ、502あったね。お、日記に、今日は502号室のエリカさんに猫缶をあげた。自分も犬を飼ってるから仲良くできたらいいと思って。ほんとキモいほんとキモいって言われたけど、動物好きな人に悪い人はいないはず。キモいは傷で、いやもうひどい人じゃん。もうその説完全に否定されてやんこれで。猫キモいと、あ、猫キモいじゃない、キモいって言われたらしいです。最悪ですね、許せません。もう怖いから404号室あったよね。どこ401号室。うえー、うますぎる男。401号室日記さん、401号室のみちるさんとは年が近いから仲良くなれると思っていたんだけど、部屋から出ている姿を見たことないから401号室訪ねて見ることにした。3回目でやっと出てくれたんだけど、君みたいな人と仲良くする人なんていないと思うよってそれだけ言ってすぐにドアを閉められてしまった。どういう意味。あ、これみちるってたかしじゃんこれ。たかし性格めっちゃ悪くない、君みたいな人と仲良くする人なんていないと思うよって。なんかちょっとずれてる人がいっぱいいるのかなこのアパートはね、という感じかな。梅さん残りあと1個、残りあと1個です。あー、オッケーオッケーオッケー、こういく、頼むよ頼むよ、変なことやめてね、変なことやめて。最後の荷物に聞きました、最後の多分。はい、305号室のアリサさんは学生さん、バイトもして頑張り屋さんで応援したいと思ってる。初めてすれ違ったから挨拶をしないとって思ったらストーカー怖って言ってた。周りには誰もいなかった。僕のことストーカーなんてしたことすらないのに、ということで、わかんないね。この状況判断、どうとも言えない。その場にいなかったから、俺が。俺がもしその場にいたら、もうちょっとわかったかもしれないけど。あ、待って、お札。あ、え？あ、じゃあ、わかったわかった。このお札を多分、あれじゃない？霊媒師さんだっけ？はい、来ました、皆さん。下まで来て、多分、あの、霊媒師さんにこの1万円渡して、また下打ちされるんだと。ほら。ほら、2キロ。朝105号室のユキさんが歩いてるのを見えた。採取をしているみたいだし、優しい人なのかと思って話してみやったんだけど、弱者が何のようだ。金を持ってないただの役
役立たずなんて見たくない、二度と俺の前に現れるなって、いっぱい舌打ちもしてたし機嫌が悪かったかもしれないけど、あんな言い方されるなんてひどい、最初許すな。え、終わったんだけど、また荷物増えてる、地獄だ、地獄のバイトだ、もうやめろ俺アマゾン、もうこんな無限に配達したらダメだ、206号室だったらもうどって配達するぞ俺。やばい、なんか音がね絶妙にリアルなのよ、なんか物音とかが本当に現実世界で本当になんか横でなんかいる感じ、ワンチャンこれガチガチなのかもしれないこのゲーム、俺何言ってるか分かんないけど来ました206、もういいです。あ、何、エレベーター起動したよ。え、なになになに、待って、日記でもまた夜206室の武雄さんが段ボールを運んでいた、手伝いましょうかって言ったんだけど、トロイお前が何を手伝うんだよ、手伝う暇があるなら生活保護なんかちょっと待って、なんかひどい人多くない、暇があるなら生活保護なんかもらってんじゃねえよ、社会のお荷物があって、僕周りからそんな風に思われてるのかな、え、なんかこれね、傷つけられた人だよね、全部日記書いてんの、待って、自殺したとか、日記書いてた人が、このアパートに住んでた人が自殺して、もう一回押すよ、とりあえずエレベーター起動したし、あ、これね絶対あれだわ、未開の地、怪奇ゾーンに連れてかれます、すごい、え、びっくりした、しかも全然見てなかったし、もうやだー、取れてなかったし、ただただひたすらびっくりしただけっていう、ただただひたすらなんか黒い影に襲われてびっくりしたわ、ベイビーね、ベイビー、配達っていうなんか実績解除したんだけど、赤ちゃん配達で、え、もう帰ろ、帰ろ、もう家帰ろ、もう帰りたいです、もう帰らせてください、もうもう何さっきの、またあるし、この荷物を運ぶ、アマゾンのエースですから。運ぶなよ。運ぼう。運ぼう、ここまで来たら。もう100個ぐらい運んだから。このままアパートだけで。僕に決まってるでしょ、ここまで来たら。404、ゴースゴー !404。なんか、えらい、え、すごい物音してる。あ、こんにちは。すごいちっちゃいのよ。最後の、見てこの、こんなちっちゃい段ボール見たことある？インターホン。このさ、まとい、入ります。入りたくないけど。お弁当あるよ？お前もう嫌なんだけど。やめて。でっかいのだけ来ないで。これ何？このちっちゃい段ボールは。開けれる？ちょっと空気入れ替え、空気入れ替えしていこう、空気入れ替えしていこう。もうこれ開けろってことでしょ？はてなって出たらもう行きますよ。え？開いてる？え？やばい！え、やばい！え？配達員ってこと違う？全然関係ない？何？やばい、死体がめちゃくちゃ、これ開けれないの？やばい、死んでるわ、何何ね、この音何、やめろ、あ、何、溺れてたお風呂で、何これ、え、何、ランドロード大家53歳、大家の記憶、何、大家の回想シーンってことだよね、青春の日々、もしかしてここに来て、何、何の映像、大家の、大家だ、懐中電灯、ポテチがある、薄塩めっちゃあんな、え、これ家じゃん、さっきの、
大家さんの家出れる。懐中電灯があったからには暗い方行くってことだよね。真っ暗はやだよ。愛犬ポーチ、あー、いける。さっきと同じ部屋に行くってこと。何階だっけあれ。2階だっけ、4階だっけあれ。あれ、ここら辺じゃなかった。あー、ほら、ウェルフアドキュメント、生活保護、豆柴コンペイトーじゃん。仲良しアパートって、仲良しアパートっていう割には、あ、もうコンペイトーやめて。え、大家さん取り憑かれてる。え、どうなってん。来るよ来るよ、みんな来たよ、来てるよ、コンペ来てるよ。なに、なんで、え、なんかさ、冷蔵庫、あれ冷蔵庫だよね。エンドに、え、ちょっと待って、冷蔵庫男に殺されたってこと。冷蔵庫を担いでる人、もしくは冷蔵庫の中に住み着いてる人、それか死体が冷蔵庫の中にいて動いてる人、どれかに乗っ取られたか、それか俺が冷蔵庫死体、え、違う、冷蔵庫と、俺が冷蔵庫と。はい、というわけで皆さん、かなり深く考えさせられるゲームだったと思うんですけど、まあ、もしもね、皆さん配達員やってて、こういうね、ちょっと怪しい感じのアパートに配達するってなった時は、もうどんどん人の部屋に入っていきましょう。